どうも西田渉です。本日なんですけども、俺のライカ2023バージョン2023っていうところで、最近結構ねまた M 型ライカ M11 モノクローム買ったりっていうところと、あとはまあレンズですよね、何気にポンポンポンと買ったりしてるので、今現在のね2023年5月現在のライカのボディとレンズ所有しているものをね、皆様にそれぞれの解説をしていこうかなと思っております。まあ、早速なんですけれども、まずはこちらですよね。ボディからいきましょうか。ボディはこちら、まずは M11 モノクロームですね。こちらまあもうすでに開封動画ですとか、暗所性能ノイズ ISO 20万で撮ったりしたデータとか作品とかね、そういったものもご覧いただいてると思うんですけども、ちょっと違う次元に、もう一個別の次元に来たモノクロ専用機になってるかなって感じですね。まあもちろん操作体系とかも M11 と似て、ここがポップアップ式のね、こういった感じでこうやってバッテリーが出てきたりですとか、軽さも 542g かな、めっちゃ軽いんですよね。以前の M10 モノクローム自体が 660g ぐらいだったから、なおさら百何十 g 軽くなってるっていうところと、6000万画素とっていうところで、 M11 のまるっとその性能がモノクロになったっていう感じと同時に、グラデーションですね、幅が15ストップあるので、その幅がですね本当にこういよいよフィルムのモノクロームの表現、まあ要はハイライトの部分とかも含めた階調表現がね、いよいよ、もうモノクロフィルムを凌駕してるんじゃないかなっていう、まあ、解像感はもうねあっという間に凌駕しておりますが、グラデーションの部分に関してももう負けず劣らずというか、かなりすごいクオリティを出してるかなっていうところで、ISO 20万10万とかで撮っても夜のスナップでね F16 とかに絞り込んでもシャッタースピード125分の1とか余裕で出せちゃうので、ちょっとまた違う次元のね、今まではストロボいなきゃとかそういった次元で撮っていたものが、もうとにかく絶対に何でも撮れるみたいな、そういう世界が、現れたカメラっていうところで、今ねずっとこれを使って M11 モノクロームを最近使ってるんですが、ちょっとワクワクしっぱなしっていうカメラで、何がどこまでできるだろうなっていう、まだちょっとねそこが知れないカメラっていうところで、これからも深掘りしていって、今後ね M10 モノクロームなどで撮ったこのサインスですよね、昨年モノクロでも写真展もやりましたけれども、写真集も出してね、これも M11 モノクロームでまたね新たなそういった世界を写真展写真集で展開していこうかなと思わせてくれるような機種ですね。今めっちゃハマってる機種でございます。で続きましてはこちら、まあ M11 っていうところで、1ヶ月1台だけ、1ヶ月旅をします、1台だけ持っていきなさいっていう、1台だけですって言われたらまあこれいきますかね。やっぱカラーも撮れるし、いざとなったらモノクロにも転用できるということで、もちろんマインドセット的にはね最初からモノクロを撮れるとか、夜のグラデーションという意味ではね M11 モノクロも最強なんですが、とはいえこの M10 モノクロームも、発売からもう1年何ヶ月ずっと使ってますけども、やっぱ最強ですよね。ほんと描写もさることながら、取り回しと軽さ、これも、530g かな、 M11 モノクロームよりちょっと軽いんですよね。なのでまあこれも本当にまあ USB-C のあの充電、 M11 モノクロームもちろんできますけれどもね、 USB-C の充電ができることにより、で大容量のバッテリーっていうところもあり、まあもしもビゾフレックスとかライブビュー使っても多分終日1本でいけちゃうんじゃないかなと。でモバイルバッテリーを携帯しておいてカメラバッグとかにね、でちょっと休憩のさなでちょっと充電しちゃえば、まあ、ほぼエンドレスで撮影できるっていうところもあって、1台だけで行けって言われたら、もちろんね何が旅先で何か不具合が起こる可能性ありますから、もちろんバックアップ機としては何台か持っていきますけども、とはいえ1台だけっていうふうになれば M11 モノクロームで全て収まるかなっていう感じがしております。まあそれぐらい、まあ正直愛用してますね。もう全てこれである意味撮影していけるっていう風に僕の中ではなってますかね。もちろんその野鳥を撮る方とかね、望遠じゃなきゃ無理だとか、スポーツフォトグラファーの方とかはもちろん M 型は無理ですけども、僕のようなこういうゲイズとかこういった世界観で展開していくスナップの写真家はやはり最後はライカに行くのかなっていう、ムービーが撮れないただのスチールカメラっていう、ここもやっぱスチールのデジタルカメラ、これも魅力の一つですよね。もうムービーが撮れないっていうことは、ここについているボタン類などは、この辺のボタン類は全部、写真を撮るため、スチールを撮るために作られている、カメラ設計なので、そういった意味でも M 型のライカっていうのは魅力的かなっていうふうには
思ったりしております。あと続きましてはこちら M10 モノクロームですね。こちらなんですけれども、もちろん M11 のモノクロームが出たっていうところもありまして、一つ前の機種にはなってしまったんですが、まあ必要にして十分な機能を有しているっていうカメラですよね。こちらサインズ、この表紙などもね、 M10 モノクロームとアポズミクロ M50mm で撮影してるんですけども、まあ重さもね、まあもちろん 100g ぐらい重いんですけども、逆に言うとここのボディの剛性とかはね、逆に、素晴らしいものがあったり、あと裏蓋がね、もう昔ながらのこのライカのお作法ですよ、このお作法が守られているっていうところも、あとはやっぱりこのシャッター幕が上がってね、もうずっと CMOS センサーがむき出しっていう状況でありますが、 M10 の前のモデルは全部シャッター幕が降りて、撮影する時だけカシャっていう風にシャッター幕が動くっていうところなので、 CMOS センサーの汚れも比較的 M11 の方が汚れやすいのかなっていう感覚はあったりっていうところ、あとは何よりもね、まあ両方のカメラも M10 モノクローム、 M11 モノクローム、まあともに、まあ、M10 モノクロームなどは生産終了したりしてるので、むしろ欲しくても買えないっていう状況があるので、もう M11 モノクロームだろうが M10 モノクロームだろうが、このモノクロ専用機が欲しいと思ったら、とにかくあるものを買っちゃうっていうのも一つ手かなと。で M10 モノクロームに関してもね、ハイライトはもちろん M11 モノクロームになって明らかに体感できるほど強くなったなと思ってはいますが、とはいえこうやってね写真集出してる通り、もう必要にして十分というか、驚くほどのね暗所耐性とか描写性能っていうところは有してますからね、ぜひともまずはモノクロの世界観を体感する上で、それでも今どんどん値上がりしてますからね、もう100万、もうそろそろ中古価格でも100万多分到達すると思うんですよこれ。もともと売り値が110万ぐらいだったかな、当時が発売した時は100万ちょいぐらいだったかな、中古価格でも今もう96万とか97万、100万弱になってますから、多分近日中に100万超えてくると思うので、ライカに関しては気になる、欲しいと思った時が一番安い時っていう風に考えて購入するべきなので、モノクロ専用機に関しましても M11 モノクロームも早く予約しないといつ手に入るかも分かんないですし、 M10 のモノクロームに関してもいつ、まあ、出た瞬間にマップカメラとかでもこの在庫が出ましたよってなった瞬間にすぐ速攻ソールドっていうような品になってるのでね、まあとにかく撮った瞬間からモノクロのデータが生成されるカメラっていうのは、今ペンタックスが出しましたけれども、今のところまあ現行といいますかライカとペンタックスしか作っていないのでね、やはり見た瞬間にカラーで写真を見てしまうと脳がその写真をカラーとして認識してしまっているので、後でモノクロに置き換えた時のその一つのアクションって非常に逆に良くないんですよね。なのでやはり最初から覚悟を持ってモノクロームに取り組むっていう意味では、このモノクロ専用機を一つ買ってしまうっていうのが一番いいのかなと思ったりしております。で続きましては、まずはこれかな、レンズです。アポズミクロン M35mm っていうところでね、まあ解像度番長ですよ。でこちらですね、30センチまで寄れるアポズミっていうところで、まあ1本あればねテーブルフォトまで M 型で撮れるようになりました。もちろんこのレンジファインダーですと70センチ前なんですけども、ライブビューだったりビゾフレックスつければ30センチも可能っていうところ、まあ1点ね撮っていく上で、歪曲の修差、最後の最後の一番隅がこう兜の、こういう伊達政宗の兜みたいな感じでこうクイッと上がるんですよね、下はクイッと下がるっていう、この歪曲がちょっとね気になりはします。まあ、100万超えるレンズだからね、そこ頑張ってくれよとは思いますが、ちょっとそこはもうやはり30センチまで寄れるとかいろんなことを加味すると限界だったのかなって感じで、レンズプロファイルがね、各 M11 とか M11 モノクロームとか M10 もそうなんですけど、当たってんのかこれっていう感じで JPEG も歪むんですよ、グイってね。なんで普通カメラってレンズプロファイルがそれに当て込んでそこの補正しますよね。なんでこの辺はちょっと一回ライカに聞いてみなきゃなと思ってるんですが、ローがねもちろんそれが当たってないのは当然だと思うんですけど、 JPEG までその歪曲の歪みが出るっていうのはいかがなもんかなというふうに僕は思ってまして、なのでこの辺は、これだけはもう唯一のウィークポイントね、それ以外も完璧です。寄れるしめちゃくちゃ色のリコントラストいいしっていうところで、なので、1台1本でどれでいくかって言われると、先ほど僕は M11 って言いましたけども、1台1本はやっぱここになっちゃうかなって感じです。 35mm のアポ済みで撮っておいて、6000万画素で必要なとこ引っこ抜いたりトリミングしたりね、あとは
もうやっぱモノクロームに転化したり、あとは寄れますから寄って撮ったりとか、それが万能にできる、本当に今時のミラーレス一眼みたいな形で M 型を使えるっていう意味では、やっぱり寄れるアポ済み、これは一つ大きな武器だなと思って、非常に、まあ、やっぱ一番気に入ってるレンズですね。で続きましては、これアポ済みの 50mm っていうところで、まあ 7,8 年前に出たレンズかな、つい最近もね、この M11 モノクロームとともに組み合わせ撮ってきましたけども、いやさすがの描写ですね。当たり前ですが、新しいことしてないというか、70センチまで寄れない、しか寄れない、レンズなので、今までの、まあ、ライカの M 型の一番いいところ取りみたいなレンズになってまして、めっちゃ安定感ありますね。なので 50mm が好きな方は、まあ、一つこれを買えばゴールっていうところ。もちろん今までのライカのユーザーの方にとってみれば硬すぎるとかカリカリすぎるっていう方いるとは思うんですけども、僕はむしろ、解像度を弱めることは可能だと思ってるんですよ。シャープネス弱めたり明瞭度下げたりとかね、そういったことで可能なんですけども、まあ、もちろんにじみとか独特のレンズ独特のみたいなところは、まあ、もちろんありますけどもね、それはまあそういった球面ズミルクスとかで対応すればいいと思いますし、ですがとにかくちゃんと高精細に映しておくっていうことはむしろできないわけですよね、どんなレンズもね。なのでこれがまあ一番のベンチマークだと思って、僕がライカってすげえなって思わせてくれた一番最初のレンズがこのアポ済みの 50mm でしたね。ここから俗に言うライカ沼といいますか、ライカの哲学とか、こんな小さいのに 300g ですよ、ここまでの描写ができるってどういうことなんだっていう、脳内バグが起こった、人生で一番バグらされたレンズっていう感じですかね。あと続きましてはこちら、ちょっとね 35mm 沼化してるんですけども、これズミルクスの 35mm の FLE2 ですね。なのでこっちは逆にこれ、40センチまで寄れるアポズミ、あ、ズミルクスってことで F1.4 ですね。でアポズミとズミルクス何が違うの、まあ大きさも違いますし、もちろん F2 アポズミはね、でこっちは F1.4 で40センチまでしか寄れないっていう感じなんですけども、やっぱね、あの線の細さ、繊細さっていうんですかね、あのこっちはどっちかというともうカリッカリ高コントラストって感じなんですけど、こっちはもうちょっとやはり、大きさのゆとりからくるもうちょっと包括的なね、ふわーっととろっとした感じがあるっていうのがズミルクスの良さかなと思いまして、僕は言語化するのであればきっちりと写実的に全てを、取り漏らさず撮るぞっていう時はアポズミで、優しい気持ちでとか空気感をみたいな、そういうなんか言語化したい時には、こちらのズミルクスなのかなっていうふうに使い分けたりしてます。なので、まあ、女性とか子供とかを撮るぞっていうような気持ちの時はこれズミルクスの方が、なのでポートレートを M 型で撮りたいとか、まあ、SL2 とかを利用して M 型使いたいっていう方はやはりこのズミルクスの方が向いてるのかなと。線は細いなっていうのを、細さっていうのを一番感じさせてくれるレンズかなと思います。その繊細ので、ぶっちゃけなんですけども、さっき言ったアポ済みは隅がちょこっとこう歪曲するんですけども、こちらはそこまでね、あのだいたい均等な水平垂直の、なんていうのかな、収差色、歪曲収差なので、あのまっすぐなものをまっすぐ写すときとかはこっちの方が僕は比較的向いてるかなと。ですがアポ済みに関しても僕もね、あのレンズポライルを自前で設定して、そこでねかなり安定したので、そういった意味では今アポ済みは実を言うと自分でもレンズプロファイルが手前でできたっていうところで、自分のねところでできたっていうところで、今はねこれで全ていけるようになってますが、ネイティブで撮ったまんま、歪曲収差なしで勝負していくってなると、こっちのレンズの方がやはりいいかなっていう感じでございます。あとはこちらエルマリート 28mm、 これ 2.8 で、まあ比較的ライカの中では安くて一番軽いレンズの部類に入るかな、 180g ぐらいかな。で安いから悪いのかっていうと、ここがやっぱライカ面白いところで、共同のこの作り込みの部分とか削り出しの部分とかっていうところはぶっちゃけなんですけど、アポ済みとかそういったものと一緒なんですよね。で出てくる絵っていうところも驚くほど、このエルマリートの原稿なんですけれども、この描写がめちゃくちゃ良くてですね、ちょこちょこ撮ったりはしてるんですが、あの円形の描写とか建物などを撮る、都市風景などにはドンピシャでハマりますし、 180g っていうところもあってね、本当に軽くて写りのいいレンズっていう、これもアポ済みの次ぐらいに驚かされたレンズですかね。まあ要は中古市場だと20万ぐらい、定価でも30万ちょいで買えるレンズなんですけども、
こんな 180g のレンズがここまでの描写するっていうぐらい驚かされたレンズ。ぜひね、これ M 型ユーザーの方はぜひおすすめです。で、続きましてはこちら、これも、産地込み沼ですよね、僕ね持ちすぎ、こっちがズミクロン、アポじゃなくて普通のズミクロンですね。まあ、ズミクロンどういう描写なのかなっていうところもあって、試しに買ってみたって感じです。そしたらすぐにね、アポ済みが来るようになって、ちょうど2台体制になってしまったんですけども、これもね、どっちかというとちょっとこの、まあ、アポ済みが隙がなさすぎるので、まあ、しょうがないんですけども、こっちはちょっとだけね、それでもすごいですよ。絞り込めば F5 というのが8とかまで絞り込めばシャキッと出ますし、でも F2 とかでもですね、ちょっとあのアポ済みとかと比べるとシャキッとかないんですが、にしてもよく映るっていう感じかな。で、ビネット、ちょっと周辺光量とか落ちるんですけども、その辺も逆に言うと味になるレンズっていうことで、要はズミルクスよりかは線は、細くない、ちょっと太いかなって感じるんですが、それにしても例えば他の他メーカーとかと比べると圧倒的な色のりコントラスト解像力っていうところでは 250g のレンズとは思えないぐらいの描写がするので、とあとはですね、やっぱりこの M 型にくっつけた時のサイズ感とかのバランスが超絶妙なんですよね。軽さと大きさが なんかこの M 型といえばこのレンズっていうのがね、ズミクロンの 35mm って言われる理由がちょっとわかるぐらいの、もう完成されてる感じですね、このくっつけた時のバランスっていうところ。そういった意味でも一度体感するべきレンズですし、まあ今定価で40数万円かな、中古市場で30万後半ぐらいかな、まあぐらいで買えるレンズっていうところで、やはり一度体感するべきレンズの一つかなと思っております。で、あとはこちら 35mm ズマリットですね。もう 35mm ちょっとね、一回整理します。いずれにせよ整理はすると思います。ですがこれも写りいいんですよね。なんで、これがね 190g で、軽くて 35mm が欲しくて買ってみたレンズなんですけども、まあ結果ね、こちらのサイエンスにも入ってるんですけども、これもいい写りするんですよね。ですがちょっとね、ここのまあこれ、ズマリってあるあるなんですけど、ここの動きが軽いんですよね。なので置きピンとかで置いてると、ちょっと触っただけで動いてしまうっていうとか、まあ、この辺のこのレンズの、このクリック感がちょっと浅かったりとか、これはもう癖っぽいですね、ズマリットのね。ですが、まあにしてもピントもきっちり食って撮影すると非常に美しい描写なのでね、一個ウィークポイントがあるとすれば、80センチまでしか寄れないというところもあって、そういった意味でも設計がすごくゆとりがある設計ですよね。なので円形だったり3メーター5メーターぐらいを撮っていくっていうふうになると、すごく 190g なのに恐ろしく改造するということで、その辺も余裕のあるレンズって感じがします。まあ、このアポ済みとかはこの小ささ大きさで30センチまで寄らなきゃいけない、改造感もバリバリにしなきゃいけないっていうところで、もうほんと緻密に組まれてるレンズだなっていうことはやっぱ伝わってきますね。その分ちょっと歪曲が犠牲にせざるを得なかったのかなっていう部分、そこだけ唯一のウィークポイントって感じです。最後これ、ズマロン 28mm の 5.6 のこれ復刻ですね。もうこれね、パーマセルテープで止めちゃってて、 F16 と、無限のところ F16 に合わせてしまっていてっていう感じのもう設定にしてます。もう例えば M11 モノクロームとかにズマロンつけて、もう押すだけ、これは ISO 20万まで使えるので、夜だろうが昼だろうが室内だろうが外だろうが押すだけで絶対撮れてしまう安心レンズみたいな感じで、線はもちろんこんだけコンパクトで真鍮でできてますから、まあ、重いは重いです。これ 190g ぐらいあるかな、170かな、小さいのに塊って感じなんですけれども、ただもう押すだけでいいので、非常にね、もうなんだろうな、楽しいレンズですね今ね一番。それはもうこの M11 モノクローム M10 モノクロームでも可能だと思うんですけども、 M11 モノクロームとズマロン組み合わせてだいたい 700g ぐらいかなぐらいの、まあトータルの重量で、もうパンパンパンってここをガラスで覗いて押すだけみたいな、そういう本当に映るんですみたいな撮り方をして、ストリートスナップをしていくとですね、新たな世界が開けてくるっていう。で、今までご紹介したレンズよりも明らかに線はちょっと太いんですけども、大胆なっていうかね、ダイナミックな色のりコントラストっていうところで、非常に僕は逆にハードな写真とかを作るときには、このハードな、まあコントラスト、ノイズとかっていうところの写真を作る上では、このズマロンが結構ドンピシャなんですよね。っていうところで、
いかがでしたでしょうか。ボディが今 M 型が3台とレンズが2、4、6、7本っていう感じなんですけども、 35mm が4本あるのでね、ちょっと1回整理してもいいのかなと。で、今一応 50mm の 45cm まで寄れる、50mm のズミルクスも予約しているので、あとは 35mm のズミルクスのスチールリムですね、球面ズミクロの復刻、これも予約しているので、この辺が来た時にちょっと一回 今持っているね、所有している 35mm の、2本ぐらいをちょっと一回手放そうかなと思ってます。さすがに使い切れないのでね、なのでもしかしたらこの辺エルマリ 35mm と、こちらね普通のズミルクスの 35mm、 この2本は一回リリースする可能性があるかもしれませんねっていう感じかな。あとね、ライカ Q3 とかも出てくるとね、意外と 28mm をどうしようっていう問題もあったりするので、とはいえ M 型での 28mm とまたね Q2 とかでの Q3 とかでの 28mm ちょっと感覚が違いますからね。この辺もライカは本当沼ですね。なのでついつい所有してそれぞれのレンズに個性があるので 35mm4 本買う、カメラ人生を送るとは僕もね思ってませんでしたぐらい、やはりライカは面白いなっていうのが結論でございます。参考になれば幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。